こんばんは、ジュリーです。今日も YouTube をご覧になってくださってありがとうございます。今日も一言あります。今ですね、概要欄から LINE のお友達を募集してます。 YouTube では話さない深いお話をさせていただいてますので、ぜひお友達になってください。チャンネル登録の方もお願いします。 Twitter、Facebook もやってます。写真載せてます。はい、ではですね、今日はモテオくんの LINE テクというお話をさせていただきたいと思います。で、モテオくんがこう、ね、気になる女性とどういう LINE のやり取りをしてモテるようになってるかっていうのは、やっぱりね、テクニックを使っているんですよね。一体どんなテクニックを使って女性からモテるようになってるかと言いますと、それはですね、合わせてます。何かを、それは速度を合わせているんですね。LINE の速度を合わせるっていうのは一体どういうことかと言いますと、例えば今日、じゃあ今私があなたに LINE をしました。でそうすると、あなたからすぐ返ってきました。したらすぐ帰ってくる人ってことなんですよね。できるだけその感覚を合わせるっていうことですね。返事の感覚、例えば今日送って明日帰ってくる人だったら、その次の日に返すみたいな感じで、その速度を合わせると、あ、この人私と合うなって思ってもらえる可能性がすごく高くなりますので、ぜひ速度を合わせてみてください。ではですね、後から出ますけれども、メルマガから5つの動画をプレゼントしてますので、ぜひ受け取ってください。概要欄から LINE の友達を募集してます。 YouTube では話さない深い話をさせていただいてますので、ぜひお友達になってください。Facebook、Twitter もお願いします。ではですね、今日はですね、今日もですね、質問を募集しようと思ってます。長い質問じゃなくて、パッと答えられるような質問だとありがたいです、ね、あのコメント欄の方に、こんな質問ありますとか、私に関することでも答えられることは答えようかなと思いますので、どしどし質問ください。待ってます。で、質問もらったら動画の最後のこの部分でね、答えていこうと思いますので、お待ちしてます。はい、ではですね、今日も一日お疲れ様でした。ゆっくり休んでくださいね。また明日。